優勝戦第12レースインから1番2番3番ダッシュ4番6番5番体系スタート。2コースから2号艇に対応し3コース4コースから3号艇4号艇踏み込んで2コース2号艇今井がまくる構え1コースから1号艇藤が抵抗を図る内を捉えていった3号艇はブスジマ3コースから差しが決まった3号艇のブスジマが2停止リードを単独先頭3号艇2号艇接戦わずかに3号艇先行まもなくゴール先頭3番ブスジマゴール優勝2着2番2番ゴール。SG 優勝4回、G1 優勝7回、今や、帝界では知らない者はいない、群馬が生んだスーパースター、ブス島誠。皆さんは、そんなスーパースター、ブス島誠を育て上げた師匠の存在をご存知だろうか。江口昭雄、54歳。江口もまた、群馬支部、桐生競艇場に所属する A1 級レーサーである。1984年にデビューを果たし、わずか1年半で A 級に昇級。一度でも優勝すれば、ボートの歴史にその名を残すことができる、ボートレース最高峰のレース、SG で、2度も優勝経験がある、群馬支部を代表する選手の一人だ。2019年現在も A1 級を維持しており、全く衰えを感じさせないその走りは、多くのファンを未だ魅了し続けている。江口が所属する群馬支部桐生競艇場は今でこそスーパースターの宝庫であり2018年には年間売上が全国24場でもトップ5に入るほどの人気の場ではあるが20年ほど前は存続の危機に立たされていた。2003年群馬県桐生市では桐生競艇場の不要論が地元のローカル新聞の一面を何度も賑わせていた。赤字続きの桐生の競艇事業を廃止するか存続するかの市民アンケート投票では約6割の市民が競艇事業を廃止すべしという意見に投票。これを受け桐生市は競艇事業から撤退することになった。一時は2003年限りで閉鎖も検討されていたが当時第二施工者だったあざみ水園競艇組合が全てを引き継ぎ存続が決まった。しかし、この閉鎖問題は、江口をはじめ、桐生競艇場に関わる全ての人間に大きな不安と危機感を抱かせた。年々減っていく競艇場への来場者、不況に強いと言われていた公営競技全体の売り上げの減少、1999年のバブル崩壊以降、衰退の一途をたどっていた桐生競艇場に、果たして未来はあるのか。江口は、空席だらけのスタンドを横目に、不安と危機感を覚えながら水面を走り続けた。時は流れ2009年、江口のボートレーサー人生は順風満帆のように見えた。2005年には自身では2度目となる SG レースで優勝するなど、名実ともに確固たる地位にいたが、江口は現状に満足していなかった。ボートレーサーとして、自分をここまで育ててくれたこの業界とファンに何か恩返しができないか。ボートレースの未来はどこにあるのか。常に業界全体を考え、業界の未来を江口は模索していた。ある日、当時江口の息子が通う早稲田大学でスポーツジャーナリズム論のゼミの存在を知り、聴講生として定期的に通うようになった。聴講生として通ううちに、恩返しの方法が具体的になるのではという気持ちが強くなり、ある一つの決意をする。それは、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科に受験することだ。だが、当時44歳だった江口は、家族を養う一家の主であり、トップレーサーとして数多くのレースに出場していた。加えて、江口の最終学歴は高卒。ボートレース一筋25年の江口が早稲田大学の大学院に合格するにはあまりに多くの壁が立ち塞がっていた。未だかつて競艇界に前例のない江口の決断に疑問視する声も少なからずあったはずだ。しかし江口はある一つのポリシーがある。
恐れるな、挑め。江口はたとえ失敗しても堂々と自分なりの精一杯で頑張って楽しむことを人生の教訓として自分を常に鼓舞している。そこから江口は休みの日はもちろん、レースに出場している期間も勉強した。ボートレーサーはレースに出場している期間、パソコンや通信機器は没収される上に、宿舎で他の選手たちと共同生活を行うルールとなっているため、決して勉強するには適した環境とは言えない。またレース開催期間中は自身の体調管理はもちろん、モーター、ペラ、ボートの整備は全てレーサー自身が一人で行わなくてはいけない。そんな過密スケジュールの中、なんと江口は2009年1月に見事早稲田大学大学院スポーツ研究科トップマネジメントコースに合格したのである。江口はボートレーサーとして大学院生として二足のわらじを履くこととなった。44歳にして新たな挑戦が始まった江口だが、その生活は決して容易ではなかった。常に水面でしのぎを削り合いながら学業に励む。並大抵の努力と精神力では決して達成することはできない。だが江口は何か使命のようなものを感じていたのかもしれない。ボートレースを愛する者として、ボートレースの未来を人一倍考えていた江口は、たとえ困難な道であってもその先に光があるなら歩み続けることを決意していた。そして二足のわらじを履いた状態での江口の2009年のボートレーサーとしての成績は素晴らしかった。勝率は落ちるどころか、自身のキャリアでも1、2を争うほど優秀な成績を残し、さらには地元桐生の一般戦で2度も優勝したのである。人気の中心は断然1号艇江口昭雄です。ファイナル優勝戦第12レーススタートが切られました。まずは並んでいます先行争い、優勝争いはうちの1号艇江口か、江口が逃げ切るか。2コースの2号艇岩崎は差し外、角からは4号艇橋本、外を回る内からは3号艇前本が差してきますが、1号艇江口か2号艇の岩崎か。江口が抑え込んで第2ターンマークはトップ旋回、2号艇岩崎はどうか。直線コース1番2番となりました。先に回りました1号艇江口が2号艇岩崎を抑えています。元が3番手ゴール前直線に入りました。地元江口昭雄優勝ゴールイン。続いて、そして翌年の2010年、早稲田大学院修士1年生のコースも終わりを迎え、江口は日々徹夜で制作した70ページにも及ぶ卒業論文を提出した。テーマは競艇界の発展に向けた改善点。そしてこの論文はなんと優秀論文賞を受賞した。膨大な資料と業界関係者の協力とアンケートをもとに作成され、そこには具体的な競艇界が抱える問題と改善点が記されてある。そして論文にはこんな一文が記されていた。競艇がスポーツとして認知され、地域の方々に愛される競技となることという理念を施工者、選手が共有すべきである。そして偶然か必然か、江口が早稲田大学院を卒業した翌年、衰退の一途をたどったボートレース界全体の売り上げは右肩上がりの上昇を始め、2016年には9年ぶりに1兆円の売り上げを記録した。江口の大学院卒業と論文がどれだけボートレース界に影響を与えたかという具体的な指標はない。しかし江口はレーサーとして、人として、そして挑戦者として、何か私たちにメッセージを伝えようとしているのかもしれない。まだまだおじいちゃんだけど、はい、若いもんには負けねえで頑張ります。はい、これからも精一杯頑張ります。ご声援のほどよろしくお願いいたします。